はちょうど今140度に温まりました。私は手が硬いので140ぐらいなんですけど、軽本の人とかは120とかでいけると思います。でちょっと挟んでみたいと思います。どんな風になるでしょうか。こんな感じで毎日挟んでも痛まないので、それがすごいとこなんですけども、こんな感じで毛がつるっとなってちょっと柔らかい感じになるんですけど、水分が含んだ感じで、あの普段のアイロンとは全然違うので、皆さんぜひちょっと試してみてください。